全盛期レアルマドリードの壁要因がこちらです。実際に存在した世界一豪華な壁、誰にぶつけてもブーイングやばそう。こんな壁打ちは嫌だ。ジダンの頭を滑らせて軌道を変える。この頃が一番銀河系って感じだった。すげえな、当時は当たり前に見てたけど、このメンバー統率できるジダンのヤバさよ。フンゴにぶつけろっと叫んだバルサのサポはいたかもしれない。ロベカルにぶつけた後のロベカルが蹴るフリーキックの壁にだけはなりたくねえ。点より命取られるよ。自分がキッカーだったらしばらくその壁を眺めているだろう。消去法でエヴァン・エルゲラにぶち当てます。残りはカシージャス、ミチェル・サルガド、あとはパボンからウルブラボか。マケレレ残ったままサムエル取ってたらもっと強かったんやろな。マケレレ、モリエンテス、カンビアッソとかもいましたもんね。豪華すぎです。スペインの主将、ポルトガルの主将、イングランドの主将、フランスの主将、ブラジルの主将、主将が5人だったという銀河系すぎる軍団。そうそうたるメンバーなのにみんな腰引けてるの面白い。世界指折りのボールの友達たちにしては、随分ボールにビビってるような。トイレ行きたい銀河系軍団だ。壁が8枚っていうのが、またレアですね。みんなで仲良くうんこしてるみたい。そして後ろにはカシージャス。